皆さんこんにちは、GM ガムです。大勢でーす。青木でーす。はい。はい。今日何ですか？大勢って、なんだーん。あー、なるほど。深掘りしていくってことですか？そう。メンバーとか、スタッフさん、マネージャーさんが、大勢に思う日頃のなんなんを集めましたので、めっちゃ怖いわ。それを、これどういうことなんですかっていうのを聞いていきたいと思います。わかりました。早速、いきたいと思います。大勢でーす。一つ目、はい、覚えが良すぎるのなんなん。あ、まあ、ダンスのことっすかね。とかね。いや、なんなんでしょうね。いや、自分でも分かんないですけど、うん、そもそも暗記が得意だったんですよ。あ、なるほどね。勉強でも、うん、テスト前に教科書パッて読んで、うん、テスト受けて75点ぐらい取れすごいだみたいな。はい、ちなみに僕でした。え、これを覚えが良すぎるの。あ、言ってくれるんですね。そう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 。うわ、これはありがとうございます。なんなん。じゃあ次いきます。はい、天然すぎて可愛いのなんなん。誰ですか。いや、これはまあまあ みんな思うところではあるけど、母親の影響です。まあね、お母さんもね、はい、お母さん可愛らしい、ね、ほんまにそこはお母さんに似た、うん、天然っすね。うん、いいとこ取りや。これはね、はい、ウィズさんから。え、ウィズさんもあるんですか。ウィズさんから、ウィズさんから主演や。うん、ありがとうございます。いいね、いろんなグループ。そう、いろんなところあるからね。怖っ。じゃあ3つ目いきます。いつまで経っても顔面偏差値強いのなんなん。そうでもないっすよ。いや、そうやろ。そうやろ。いや、あの二十歳の時の写真とか見比べてたら、やっぱり若さ、うん、そこはねはあったりとか、なんかその時のイケメン感とやっぱ年取ってのイケメン感って違うやん。はい、その若い時のイケメンでは出ないイケメンがやっぱ出てくるわけで、うん、悩みなんですけど、うん、でも年々俺目出てきてるんですよ。どういうこと。これ自分のなんなんなんですけど、出てるなみたいな話があったのはしょったけど、はい、結構出るわ。そんなことある。なんかトムとジェリーみたいな感じで出るのか。これ誰ですか。これは、スタッフさん K。 K? クリオか。か、あ、そうか、クリオやね。一番クリオが言ってくれるんです。ああ、今日もイケメンなんだって。嬉しいね。嬉しいっす。4つ目いきます。はい、心ここにあらずなのなんなん。ちなみにこれは天狗から帰ってきた時かな。帰ってきたとは思えないくらいパフォーマンス力が下がっていてびっくりした。誰ですか。スタッフさん。え、一番忙しかった時じゃないかな、多分。どん疲れして多分戻ってきて、キャラクターも多分あったから、そうっすね、エニメのそれを知ってるから、よりなんかこうガムとの違いを多分感じたんじゃないかなって。多分ガムやったら末っ子じゃないですか、うんうんうん、一番下で好きな好き放題するみたいな、うん、でもそういう現場行ったら一番上で、うん、しっかりしないといけないっていうか、周りを見ないといけないみたいな、うんうんうん、感覚の、うん、両立やったんで、うん、なっちゃってたかもしれないです。いや、でもまあ、あの思い返したら、うん、まあ、確かにその時期あったんで、うん、僕を見てるかな。いや、すごいよね。次いきます。男前なのに一発芸やりたがるのなんなん。ちょっと待ってくださいよ。いや、やりたがるじゃないですよ。やりたがるとかあるかも。うん、あると。でもそもそも中学生の時に、うん、一発芸をある男の子にみんなで仕込んでたんですよ、うん、でめっちゃ真面目なんですよね、うん、その子はなんかそういうことする人でもないし、うん、でももう保育園からずっと中学校まで一緒なんで、うん、そういうのいじめとかじゃなくて、うん、ちょっとやもう殻抜けようぜみたいな、殻破ろうぜみたいな、ノリで高校行くのにこんなんじゃダメだっつって、うん、みんなで一発芸こう教えてた時に、うん、多分自然とその一発芸が好きになったのかな。ただ最初はやらなかったじゃないですか。いや、確かに。どっからやろ。もうだって高確率で全体のね、なんかそういう、はい、ロブラボとか、ロブラボとかね、ご飯食べる機会ある時とかいろんなシーンで、はい、絶対体勢あるもんね。そうですね。これ誰ですか。これもスタッフさん。え、おもろいからそのまま続けてほしい。ロブラボとか、まあ、そういう、あー、ね、そっち側か。なんとか会とかで、ね、はい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 、みんなで集まった時に、なるほど、間違いなくそのイメージ強いもん。みんなも、みんなも求めとるから顔かっこいいのに案外何でもこなせる天才スペックなんなの。え、これ誰やと思う。ガムじゃないですか。
お、誠一くん。タバです。ええー。多分マジで何でもできると思う。俺もできる方やけど、あんま周りで見たことない。しっかりこう自分もできるよっていう。だって好奇心旺盛なんで、いろいろ手つけちゃうんですよ。うん、カメラの、うん、このジンバル最近買ったりとか。っていうので、こうやってみたいやってみたいが多すぎて、これがもうおろそかになるんですよ。ああ、なるほどね。はい。いろんなやりたいが多すぎて。そうなんですよ。結構もう有名な診断で、うん、俺、僕、ENFP やったんですよ。運動家っていう、自分のタイプ。はい。で、その運動家の、特徴が、もう飽き性なんですよ。ああ。でも、いろんなものに好奇心を抑える。はい。なんで、めっちゃ当たってるんですよ。うん。いっぱい手つけちゃうから。でも、何も興味ないよりいいよね。そうですね。そこにいろんなことやりたいと思って、思うけど、やらないことって多いけど、うん、やりたいと思ってそれをやるっていうのは、いろんなきっかけになるしね。そういう根本があって、ガムにもなったわけやからね。で、音楽的に言ったら、わ、この曲いいな、この曲歌ってみたい、うん。自分の曲でなんか出してみたいみたいなのもある。うん、でもある意味ね、いろんな体制を見れる機会が今後あるってことなんです。俺がパンクしなければ。皆さんお楽しみに、はい。あの話聞いてくださいって言って、話し出して、落ちない話なんなん。なんて言うたらいい聖一くんじゃない聖一。なんか途中で終わるときはある。話しとる途中で。なんか話って難しいっすよ。達也さんの社長に、うん、もう永遠のテーマ。私僕言ってるんですけど、うん、伝え方、うん、伝え方、話し方、うん、成長したい、うん、長所でもあるんやけどな、まあ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 、まあ、なんか美味しいところもあるんですけど、うん、でもミーティングとか大事な時に発言できね、うん、できなくなるんですよ。自分が伝えたいことがうまく伝えれない、うん、はい、でもこれが生きることもたくさんあるから、ね、そうね、まあそのままがいいと思うけどね。はい、次いきます。はい、あ、これ似てるよ。エピソードトークを置き気味に話してオチがないのなんなの時間返してほしいもうグミの方も思ってると思うんですよ、うん、やっぱ特典会でお話しするときに自分はこう伝えたいみたいな、うん、でもやっぱり大半の方はポカーンってしてます嘘でもそれが気になるんじゃない。でもなんか気になる。みたいな。どういうことやってんのみたいな。これちなみに、YouTube 構成作家さんです。あー、突っ込む側がおるからね。まあまあ、ね、そうですね。誰とでも仲良くなれるのなん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 でしょうね。ね。あのまあ、それは、もう生まれ育った村の感じですかね。うん、これはもう何なんて言うことでもないよね。みんな友達になれる。うん。これは、マネージャー Y さん。でも仲良くなるのはなるんですけど、うん、どっか行こうとかはあまりなくて、うん、なるほどね。 そうではない、まあ、たまたまなんかその仲良くなる人数が多いんで、うん、行ったところにたまたまいるみたいな、うんうん、で、おいみたいな感じですね、うん、じゃあ次もう最後です。お、はい、ラスト問題。お前なんなんこれ絶対キヨや。絶対キヨ。まあね、今のところキヨが出てきてないから、ね、キヨかなというところ違います。え、スムース君です。じゃあ待ってくださいよ。なんか想像できる確かに。っていうか普段言っとるよね多分。なんかお前なんなんみたいな話しかけたら落ちないし、なんか変なことするし、お前なんなんみたいな。でもなんかいろいろ含められたなんなんやな、これは。そうっすね。なんか全てをギュッとした、ちょっと聞いとこう、うん、プラスにも捉えれるし、なんかいろんななんなんがある。そうっすよね、うん、ということで、なんなんでしょうね。これだけの数の体制ってなんなんがありましたけど、改めて自分で分かってるとこもありながら、うん、あ、意外とそうなんだとかっていうねとこも、まあそうですね、感じれたと思いますけども、スタッフさんは多分ガムのメンバーとか、うん、ウィズダムとかエイジとかとはまた違う視点で多分見てるじゃないですか。なんで、あ、なるほどなとかっていうのはありましたし、うん、意外にメンバーがこう思ってるんだって嬉しくなるし、うん、面白かったです普通に、ね、まあもうこのままでいきましょう。はい、大勢、ね、大勢大勢。そうです、60、70になってもそうよ、この感じですよ。ちょっと目だけ心配けど。そうですね、本当にぜひね、皆さんも大勢ってなんなんコメントもらえたら嬉しいですね。お願いしますね。はい、よろしくお願いします。おい、それではチャンネル登録とグッドボタン切り抜きもよろしくお願いします。以上 GM でした。バイバイ。バイバイ。おもろいっすね。
や、面白い。キヨの方おもろかったよ。キヨのやつを何やろうと思っとったけど、みんなのを見たら、うわ、思うわ。確かにそれあるわ。っていうのはいっぱいある。大勢後ろ見て。びっくりした。